はい、どうも、ハリウッドでございます。本日もレトゲ10分アーカイブチャレンジですね。やっていきたいと思います。今回のマリオ、スーパーマリオコレクション。1993年ですね。もうこれ当時で言った時も、今でも覚えてますけど、ファミコンの1、2、スーパーマリオ1ができて、2ができて、3ができて、それで、まあ USA までできるっていうのはめちゃくちゃ画期的みたいな。なんかファミコンを持ってたらファミコンのしかできないし、で、ディスクシステムは確か2ですよね。で、それができないし、みたいな。で、グラフィックもすごい綺麗になってて、音楽も綺麗になってて、なんかスーパーマリオコレクションはずっと3をやってたようなイメージがあるんですが、今回やっていきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただけたらと思います。まず、そうですね。どうせと全部やろうかなと思ってるんで、マリオブラザーズから行きましょうか。それでは10分行きまーす。星がついてるってことはクリアしてるってことだと思うんですよ。星の秋さんは。もうとにかく、楽しんでいくというよりは、スピード勝負ですよね。危ない。スピード勝負を言うて、基本的にこの、グラフィックの軸っていうのは、ああ!スーパーマリオワールドを軸にしてるようなグラフィック映像だと思うんで、ファミコンとは大違いっすよね。空入れない。なんかこう、ダッシュしながら行きたいんすよ。ダッシュしながら行きたいっす。怪しい。ちょっと待ってください。ちょ、バカなの。これでようタイムアタック。この間、なんか有吉ひろゆきさんの、何ですかね、ゲームしようぜみたいなのがあったんですけど、これで、なんかタイムアタックして1位の人が番組出演出れますってなって、もう圧倒的ビリっすよ、こんなの。ビリーザブートキャンプっすわ。1位は確かミスターチャチホコさんだったような気がしますけど。このファミコンとスーパーファミコンって、めちゃめちゃ違いますね、グラフィックが。もう、やっぱって、なんかこう、衝撃を受けてて、まあ、スーパーファミコンしてから、ファミコンすることっていうのは基本的になくなったと思ってるんですけど、ほとんどの人が。なんか、まだファミコンしてんのみたいな。もう、一家に一台でしたもんね、スーパーファミコンは。友達ん家に、ようやってて、あとソフトがめちゃめちゃ高かったんですよ。普通にソフトが1万ぐらいしてたと思います。今だったら、こうソフト代って、なんか1万もしないみたいな。ああ!くそ。OK。多分これできないんすよね。多分当時のたくさんの子がしてたから、やっぱこういう修正が入ってるんですね。まあまあいいっすよ。でね、でれでれ。これって16話音になるんですかね?相当音が、あ、たあ、ピーチマジかよ。ちょっと待って、これいけるんすけ。無理っすよね。マジっすか。まあまあまあ、じゃあ行きましょうか、普通に。なんかガンガン、普通にループしていこうと思ったんですけど、ファミコン版の時はループしたから、ループせずに普通に行きましょうか、じゃあ。失敗したんですけど、ただ。あ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。打ち上げ花火ね。打ち上げ花火、上から見るか下から見るかですよ。横から見るか下から見るかか。あの作品もかなり良かったっすね。ちょっと前に金曜ロードショーであったんですが。ちょっとかなり難解でしたね。まあ、全然関係ないんですけど。マリオとは。これ。嫌がらせがひどいっすわ。調子乗ると落ちるんで、安全に、もう付き合って、100% 付き合えるっていう女の子にしか、こう付き合ってって言わないスタイルでいきます。もう、一か八かなんかセンスから。向こうから付き合ってとか、向こうから好きだよっていうメッセージを感じとかないと、付き合ってって言わないタイプです。冒険しないんで。ほんと。付き合ってって言う場合に答えは基本決まってますからね。どんななんか、これを言えば女は石ころとか、なんかそんなありますけど、初めて会った時だったら有効ですけどね。告白がかっこよく言うたところで、かっこいい告白だろうが、ああ危ねえ!スーパーミラクルが起きました。
せっかくなら倒します。泡吹いてる。それクリボーが変身してて、確か全部変身してくる、まあ、クッパなんですよね。影武者みたいな。ピノキ、バットアワープリンセスイズインアナザーキャッスルって言ってるんですけど、あの合ってる城教えてよって言ってほしいですけどね。当時子供の時に、小学生とかの時にやってたんで、あんな英語はまず読めるわけないじゃないですか、そもそもが。あれなんか凝ってなかったっすけど、せっかくだからもうタイムアタックしていきたいと思ったんですけど、タイムアタックなんてもう無理リームなんで。あれアレクサ、あれなかったっすけど、あさっきからもうなんかラッキーに恵まれすぎですわ。調子乗っちゃおうかな、調子乗っちゃおうかな。ファイヤーがあれば、調子乗っても絶に、なんか、てるるるるるってないんすかね。めちゃめちゃ、あった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 、危ねえ、調子乗りかけましたわ。これもう、ほんと、ずっと B ダッシュで、ガーって進んでたイメージがあるんですけど、くそ。ケイン、小杉、いけたいな、オキ。ちょっと待ってください、せっかくだから。ショーエイ、一軒員が飛ぶ、あれロイター版と友達であります、古舘一郎さんですよ、筋肉番付の。完全にモンスターボックスってこっから取ってんじゃねえかみたいな。あ、海の名ですね、曲がいいっすよね、海の名は。よくないっすか、ファミコンの原曲というか、ファミコン版のこの海の曲もいいんですけど、これ聴きながら寝れますよね。いや、メイスーンとか、なんか睡眠アプリってありますけど、ああこの曲を元にしてるんじゃねえかと。元祖癒し曲やないですか、これ。眠りのお供に。あった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 、結構意外と長くてびっくりしてます。サクッと終わらせられるっしょって思ったんですけど、まあ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 。ちっちゃくなっちゃったなったんで、マギー新さん行ったんで、何面まで行けますかね。2の4ぐらいまで行けたらもう上等っすかね。調子乗るか乗らないか次第だと思うんですけど、あ、ありがとうございます。打ち上げ花火、上から、横から見るか下から見るか。あ、ここは調子乗れゾーンですね。急に来るからね。別、あれ、多分キノコだと思うんですけど、急に来るからもう、魔界村と同じじゃないですか、これ。あ、もう半分。ちょっと、もう嘘。いや、もう最初から、途中からと思ってなくて、最初からで思いっきりダッシュしようと思ったら、もう目の前の光景が違いすぎてビビりました。で、意外、早いな。え、めちゃくちゃ速くないですか。あ、難易度は高いけど、距離が短いみたいな感じですね。超魔界村してる後なんで、超魔界村全然これ、なかったっすからね、途中セーブ。長いんですよ。途中セーブまで行くので。ちょっと待ってくださいね。ハース！これ多分当たらないんですよね。まあまあ別、通過してたら、通過ペアしてたら全然いいんですけど。で、これ上、あー、やらかしました。ちょっと待ってよ。冷静パスタで。突撃！うまいでしょ？うまいもんですわ。うまいもんですわ。二人入ってんのね。Thank you, Mario. But our princess is in another castle. あの中に入ってる二人、マジ何してたのかってちょっと言いたいっすよ。どっちが入れて、どっちが入れられてる方かっていうのはちょっと。
ちゃもうそんなこと言うからや。そんなこと言うから認定動作に怒られますわ。ピノキオはなんか近衛兵みたいな感じなんですよね、確か。ピーチ姫の。姫、あーくそ、もう、あかん、飽きません案件。くそ。これ蹴ったら絶対ろくなことなんないですよね。あ、もうないんかい。どう？はっ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 、ちょっと、あー、奇跡、ほぼ奇跡、あーくそ。いけたりな、大木さん。ケイン小杉さんでちょうど行きたかったんですけど、まあまあ結構3分の1まで行けたら個人的には上出来かなと思います。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でお願いいたします。それでは失礼します。バイバイ。